高嫁でした。おもたせ。サバイバル遠征春一。少年は昼の11時から80キロ離れた琵琶湖へ向かう。その日の18時に琵琶湖へ到着するも食べ物がなく、さらに20キロ移動。家から持ってきた味噌で味噌スープを作り、倒れるように眠りについた。2時間後、目が覚めた少年は投網で鮎を捕まえた。実に27時間ぶりの食事だった。麦これ何畑これ。次ってやばいんですよ。あ、水泳場の横でアユおるやろ。アユお腹が緊急事態宣言。めっちゃアユおる、めっちゃアユおるって。見て見て見て、めっちゃアユ、めっちゃアユおる。来たなこれ。あ、根こそぎ行こう。めっちゃ景色、腹減りすぎてやばい。なんかね、あそこにめっちゃ溜まってたんですよ、アユが。よく見たらですね、出口ここしかないんですよ。もう少年は考えることは一つ、ここで網を構えといて、上から全部のアユを根こそぎいただく、その作戦でいきたいと思います。早く漁業になってきてんだけど、とこにこんなんあるやん。ふぅ、これでよし、全部この中に入るぞ。来たぞこれ。よし、あそこから取り込みますか。よし、うまそううまそううまそう。お、待って、みんな向こう行った。よし、めっちゃおるぞ。めっちゃおるめっちゃおるめっちゃおる。うお、やばい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 、そんなおる。待って待って、あっち行け、あっち行け、ほらほら、あっち行け、あっち行け、あっち行け。で、ピギも入ってへん。あちゃー、一匹も入ってへん。 No fish。 あー、やばいて、食料がない。なんかガサって入らへん、これガサろうぜ。なんかこの辺キワとかガサったらさ、入りそうじゃない。まあ、気合で取ろう。こんなとことかも入るやろ、一匹ぐらい。ほい、ほら入った。よし、食料か。よし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 。よっしゃ、一匹取れた。やっと一匹取れた。しんど。投網で行くか。投網で行こう、これは。あやし、入ってないんちゃうかな、これ。深すぎて投げにくいわ。え、あんだけおったのに。うそやろ。あ、入ってる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 。よしよしよし、食料なんか逃れるぞ。あ、いいよ。よし、ゲッツゲッツ、あゆゲッツ。ナイスフィッシュ。
の下にめっちゃ隠れるやん。めっちゃ入った、すげえ。10匹ぐらい入ったな。うまそう。大量すぎるこれ。めっちゃありがたいな。全部いただけると思ったら。やばいな、めっちゃ取れた。何匹ぐらい取れたやろ。15ぐらいおるかな。これ全部食べたいと思います。天ぷらにしようと思います。沼秩父も1匹ね。なんか雨にかかって死んじゃったんで、こいつもかわいそうなんで食べてやろうと思います。家から持ってきたこの油をね、こんな近くで油って大丈夫かな。これ足りる？足りんとこある。ここまで来て、来た。あっち、風すごいな。とりあえず用意したこちら、こちらの天ぷらなんちゃら 100g で1カップ水100で卵を加える必要はありません。でこの天ぷら粉で天ぷらを作りたいと思います。あ、待って、出しすぎた。こんな天ぷら粉いる？まあこんなもんやな、多分。分からんけど、これを混ぜます。なんかな、結構天ぷらってさ、ネチャネチャするぐらいが良くない？あ、やばい、これもういけてるぞ。あ、これで食えんちゃう。もうちょちょちょ、なんでこっち出してん。腹減りすぎて頭湧いてんねんけど。うい、入れすぎたんじゃね、これ。やばい、ちょっと粉入れすぎたね。まじゃない、今度は水入れすぎたね。ちょっと待って、天ぷらの匂いする。やばい、めっちゃうまそう。やばい、最高やん。これもうこれぐらいでいいんじゃん。できてきた。待って、一回ツンってしてみるか。これおお、天ぷらの音がする。ええー、音、ええー、音。こちらに鮎がいっぱい連れてきたんで、鮎からいくか。鮎の天ぷらとか絶対うまいやん。めっちゃ絡みつくねんけど。いいね、最近するけど、まあいけるやろ。おー、天ぷら、天ぷらや。うまそう。おー、天ぷら、天ぷらや。うまそう。ちょっと待ってよ、最初にくぐらせんのが大事。あちあち、あ、うまそう。待って、これやばい、めちゃくちゃうまそうやねんけど。これトリコやで。これもうトリコの世界。こんなやつあったやな。何やったんだっけあれ、ウクジラみたいなやつ。ウクジラじゃない。もう、うまそうなんですけど。あ、できた、できた。あっち、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 あっち。こいつできてるわ、もう。めっちゃつく、めっちゃつく。これ衣用にしよう。もう一個お箸欲しいな。逆サイドでいくか。パプリカ、あ、ちょっとやりすぎたな、これ。やりすぎた説ある、これ。あはー、油切る紙は持ってない。やばい、めちゃくちゃうまそうなんですけど。琵琶湖をバックに、これ。いただきたいと思います。美味しいかな。塩をちょっと一振りしちゃって、
もうね、絶対うまい、これ間違いないやろこれ。じゃいただきます。うまいけどこれ生ちゃうか。うまいけど、うまいな、うまいわ、うまいけどうまいわ。炭火焼きの方がうまいな。衣なんですか、せんねんけど。でも食べやすいめっちゃ。バカうまそう。止めとこう。昼飯食いましたよ、さっきの川で。これから上流の方に、さらに琵琶湖の上の方に向かって、行きたいと思います。まあ腹はだいぶ満たされたんで、知っても腹減ってますけど、これでこのエネルギーを生かして、このエネルギーでちょっと潜りまで行きたいね。多いな。ではまたそのポイントまで、バイバイ。